大阪女学院短期大学は、大阪府大阪市中央区玉作り2丁目26の54に本部を置く日本の私立大学である。1968年に設置された、大学の略称はウィルミナ。学生は、興味関心のある学問領域に関連する参考文献を読み、教員による個人面談等を通じて、自分の考えを深め、専門分野を決めていく。 その上で、志望大学、学部、学科を選び、受験の準備を進めていく。出身者は、心理学、人間科学、教育学、法律学、政治学、政策学、国際関係学、経営学、経済学、済学社会学、福祉学、言語学、日本語学、考古学、古代史、神学など、人文社会科学系の分野に編入学を果たしている。 最近では、その後大学院に進学している者も,もいる。このように多様な学問領域に編入学する背景には、英語を使って、現代の国際社会の抱える諸問題を学ぶことを通じ、人権、ジェンダー、貧困、格差、環境破壊等々に対する問題意識に目覚めて、さらに知りたい、学びたいという内発的動機に促されていること、それらに、 プラス英語力がつくことも大きな強みになっている。学科専攻科取得資格について、大学関係者出身者その他中学校、高等学校、大学、大学院道キャンパス内に併設。ありがとうございます。